じゃじゃーん。これあのアパートの、 あの荷物倉庫です。あのもう手持ちで無理の時はここでこのカート借りて、でここに書いてあります。あれどこだっけ、ここだ、共有のやつで必ず30分以内に返してくださいと。このでっかいやつ、これも分かんないけど、これとこれとこれはネズミさん用で、僕はこれとこの待望の下のこの大きいやつ。ちなみにこのバンパーの上のこの枠、これ全然そのまま放置してますけど、パッと見気づかないですかね。でもやっぱちょっと早く直したいな。近くで見るとちょっとやばいっすね。車もほんとスーパーに行くときにしか使わなくなっちゃってるんで、なかなか直しに行く時間がないです。おう、これよく見ればネズミさんエバーレーンじゃないですか。さあ返却します。じゃじゃん。このうちのこの車の駐車場、ほんとベストポジションで、この駐車場の出口とか入り口からもう入って出て目の前で、このなんか台車の置き場もここなんですよ。あたかも我が家の専用みたいな感じで、中めっちゃ便利。来ました。またでかいんですけど、シャキンと、ザッと、あ、中身は意外と、ゲーゼル TA6 TC6 これです。いや、やってまいりましたよ。またまさかの2夜連続のアイフッテージ開封動画になります。本当は昨日に、わ、立派な、とりあえず立派なケースが出てきて、この手のやつをこう家で使ってる限りはあんまり持ち運ばないんで、実際には僕も使うことがないんですが、結構置き場とかに困るんですけど、じゃじゃじゃーんと、あ、軽い、意外と見た目より全然軽いです。やってまいりました、アイフッテージの三脚です。これなかなか卓上で紹介するの難しいですけど、あの昨日雲台、このアイフッテージの雲台を紹介しましたが、本当は一緒に紹介するつもりで、しかも昨日はこの雲台だけだからもうサクッとやるつもりが、結構雲台だけで長い動画になってしまったんですけど、今日は1日遅れで、まあ同時に頼んだんですけど、1日遅れで今日はこの三脚が届いたんで、ちょっと昨日のとある意味前後編みたいな感じで、今日そこまで長くならないと思うんですけど、三脚の方を紹介して、これでようやく僕のあの4カメ体制が安定するんじゃないかと。結構4カメがカメラ自体は来たんですけど、あのやっぱ撮影する体制でこの三脚とか、まあ SSD はいらなくてこのコンパクトフラッシュになったんでそこは大丈夫で、マイクもまあ一応あるんですけど、ちょっと本当あと最後足回りが充実しないと、なかなかこいつを自由にいろんなところで撮ることができなかったんで、ちょっと三脚シリーズを、三脚ヘッドを、準備して、これでまたいろいろこいつを持ち出していろんなところで、この家の中ですけど、所詮家の中ですけど、ちょっといろんな撮影の幅を広げられればなと思っております。なんか一応足が、これはこのなんかスペーサーが入ってて、まあ、こうカーボン版の三脚なんで、かなりこう見えて軽いです。2キロないはずですね。1点数キロで。で、2つ、こんな伸びるんで、2個伸ばすと、かなり、あ、僕の、ちょうど僕の身長、目線ぐらい、ちょうど2個伸ばす、僕がだいたい182ぐらいなんですけど、身長が。ちょうど目線、目のところ、このくらいまで来ますね。これで、で、まあ、あと少しこのネジで微調整できるっぽいですけど、ここに、
昨日ゲットしたこいつを、足もねすごいスムーズですね。スムーズに伸びてくれる、いい感じです。一応この水平を取れるためのレベルの、こいつのレベルが多分ここの、ここに足があるから、これをうまく調整して、でレベルを取れってことなんだと思うんですよね。基本的にはでもほぼレベル取れてる気がする。このもんで、なんかこっちの足だけ、まあ、このこれでまあ足で水平取りつつ、ここにこんな感じで、こんな感じであの水平が分かるような、水準器がついていて、でここで、微調整できるよっていう、そういう感じですね。でじゃあこれを実際、ああやっぱりバランス感がいいですね。やっぱでも足が広いな、足が広がりますけど、これでついに完成じゃないでしょうか。まあでまあ安定感、さすが、さ当たり前だけどさすがの三脚、安定感は半端じゃないですね。この一脚と比べた時のこの、これまあ動画にするまでもないですけど、この安定感の違いは当たり前ですけど、これでこれをシャキーンとつけておいても、あこれで安心ですね。これでもうずっとこの状態で置いといても全然不安なく置いときます。一脚だとこれつけてて、この上に乗っけっぱなしで放置しておくのすごく怖いんですよね。いつかバタンっていきそうで、なのでこれなら、あこれは安心です。これで、これでしかも左右と上下と、ああいいですね。スッ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 みたいな、これ楽しい。これでかなり動画が映えますね。さあということで、さすがに一脚だから、あ三脚だから、あとそんなに紹介するものはない気もするんですけど、まあ一応この付属のバッグあたりも見ておきますか。あ、ここにちゃんとプッシュアウトって書いてあるけど、あ、ここにヘッドが収まるような、ちょっと見えにくいですけど、ヘッドも収納できて、でこうベルトでちゃんと足が、最初もなってましたけど、足が固定されるように中でブラブラしないようにこうベルトがあってみたいな、でちょっとした小部屋もあってみたいな、こうしかなりしっかりした、しかもこうちょっとあの吸収されるね、あの衝撃吸収できるような素材になった、めっちゃしっかりしたアイフッテージのケースがついて、あそういうことか、あ分かったぞ、このプッシュアウトの意味が分かりました。これまあ文字通りプッシュアウトだから、これなんでプッシュアウトなのかなと思ったら、これヘッドがない状態でのまあ収納できるケースになってるんですけど、ここをグッて押すとこの分伸びてヘッド付きで収納できるんだ、素晴らしい。これであの昨日買ったあのコモド K5 のヘッド付けてても、多分ハンドルは取らないといけないんだけど、多分収納できるんですね。ちょっとやってみますか。これをこのまんま三脚閉じて、で多分ここはさすがに、ここは多分取るか、まあ折っとけばいいのかな。この状態にして、このケースに、もともとの高さはヘッドなしで入るようになってたけど、ここ頭出すことで、あ、いいじゃないですか。なんか頭出さなくても、ギリここがやっぱり、頭、まあ、これが、これ、この頭だけが、対応じゃないので、もっとでかい多分頭もあると思うので、これ用で、この頭が出ても三脚で一気に持ち運べるっていう。これ結構ケースよくできてますね。これはちゃんと使った方がいいかもしれない。ふぅ。ってな感じで、三脚の紹介です。あと一応この昨日も紹介したんで、まあ一応紹介しておくと、このマニュアル系を見ていくと、まあこれも一緒ですね。保証のカードと、普通のステッカーと、なんかちょっとポコッとした、
あの立体感のあるステッカーで、マニュアルもちゃんと日本語対応してますと。昨日も結構マニュアル読むことで発見があったんで、ちょっと一応読んでおくと、スタジオ化することによってめっちゃ熱がこもるようになったんで、結構熱いんですよね。わ、なるほど、やっぱり説明書読んだ方が良かった。全然使い方が違かった。なるほどね、これは。いや、ちょっと気になったんですよ、この下の部分。こいつなんだと思って、なんか変な、ここにグリップがあって、で、これこうやって、あ、そういうこと？全然使い方危な。ここにこう、で、スポンと。こういうことか、そっか、昨日コメントでいろいろもらってて、なんかビデオ音台は下が半球になってる、半球タイプがいいですよって言って、半球タイプってなんだろうってずっとよくわからずに、あ、そんなものがあるんだと思ったんですけど、これまさに半球タイプになっていて、あ、これやば。そういうことか。僕全然これを意識してなくて、ただこう上に無理やり、このネジ回しで、うわ、すごい。やばい。ちょっと待って、めっちゃ感動してきた。これ今、多分前半見てた人もやもやしてたと思うんですけど、今僕これ無理やりここを、もうなんかここの土台なかったことっていうか、もう固定のものみたいな感じで、ここでぐるぐる回して、で、これつけて、で、これで取り付け完成みたいに言ってましたけど、全然嘘ですね。これ下をまず全部外して、こう外すとクイックプレートになっていて、この上の確かに半球の形してるこれが取り外せるようになって、で、これをまずきちんと雲台にレンチ使って、そういうことね。まずはここにレンチでキュッと、もうそんな適当に上から回すんじゃなくて、ギュッと固定できるようになってんですね。これでまずはこの三脚とこの半球型のベースはもう絶対外れないように、だからここを緩めた時に、この左右動かす時にちょっと一緒に土台が緩んじゃったりする時があって嫌だなとか思ってたんですけど、それ全然嘘ですね。ここはもう下できっちり3つネジで止めて、でベースの三脚と本体をここでこうやって止めるんだ。これで止めるんだ。しかもですよ、すごいのが、ここが半球タイプになってるから、わかりますかね？ここで、土台が、こう動かせれるんですよ、こう。少し。だからここで、で、僕もう一個嘘ついた。さっき嘘ついた2個目がありました。説明書読んでわかった嘘2個目。これ。ここで、水平を3本で調整するみたいなこと言ってましたけど、ここの足のネジは嘘で、これ全部出すと、これピンが出てきて、足場の悪いところでとか氷の上とかでもちゃんとグリップするような爪が出る。こいつは単にそれを普段はゴム足で保護していて、いざグリップが悪いところに来たら、これをひねって、このピンを出すための仕組みで、決してここで水平をこの足でバランスするものではなかった。全然マニュアル読まない、マニュアルを読むことを最近学びましたね。で、これが、ここで緩めると、こうやってある程度、土台がこう半球円になってるんで、このヘッドの部分を調整できるんですよ。で、ここに水準器がついてるから、三脚足広げた状態で、ここでグリップするときに、これでもう水平が取れるんですね。ここの下のこれを使うことで、簡単にグッとひねって調整水平できて、で、しかも一回調整しちゃえば、ここで固定されてるから、基本的にはこの足とか、土台が変わらない限りは、もう常にこれで水平取れてて、あとは、これ左右と上下が簡単に触れるっていう。うわ、めっちゃ便利。何これビデオ雲台と三脚、死ぬほど便利じゃないですか。こんな便利な、この足の、ここで水平取れんのって神じゃないですか。そういうことか。いや、全然知らなかったです。いや、マニュアルは読みましょう。危なかった。これ知らずにまた、もったいない、機能使いこなせないまんま、ずっと使ってて、
高尾の持ち腐れになるところでした。危なかった。マニュアル需要です。ちなみにこの一脚、これ一脚に今ちょっとヘッドをつけ直しましたけど、昨日ちょっとだけ気づいたこと、三脚来るのが遅かったので、今日は一脚使ってここにブラックマジックポケットシネマカメラ4カメを乗っけて、ちょっとだけ撮ったんですけど、これ気づいたこと、ビデオ音台が昨日言ったみたいにこれバランスが取れて、基本的に重心がここの真ん中に来るように調整できているので、一脚でもかなり安定感が、むしろ一脚でも僕の運用ならいけるんじゃないぐらいの、やっぱり一脚コンパクトで、足がこう広がらないんで結構近くまで寄っていくときに便利なんですけど、今までよりもこのきっちりバランスが重心で取れることで、こうちょっと前に持ってっても全然大丈夫なんですよね。後ろに持ってっても結局この前後にバランスが調整できないと、重いレンズ前に乗ってっちゃうと、ちょっと前にした時にバーって倒れちゃうとか、後ろに倒れちゃうとか、そういうのがあったんですけど、これ基本的に真ん中にバランスが取れるようになってるから、比較的前後に動かしてもバランスが取れるんですよ。だから一脚ちょっとぶっちゃけ一脚でも十分いけるんじゃないか説が僕の運用だったら、で使わないときはできるだけこれちょっと外しておけばいいので、この状況だったらこの装備の方がお手軽だったかもっていうぐらい、このヘッドが素晴らしいです。まあでももちろんせっかくなんで使えますけど、いやこれ意外と盲点でした。一脚がこんなに安定する、ヘッドだけで一脚がこんなに安定するとは。だ意外とお手軽装備ではこのセットをおすすめしたいですね。Yeah, such a clap.